半紙は先ほどまでは横だったんですが、今度縦にこうやって変えれるので縦で書いていきます。縦で開けましておめでとうございますって書くときに右下がりになってしまったり、ちょっと左右のバランスが取れなかったりってするときがあるんですが、サーフェスだとこういったガイドラインがあるのでガイドをつけた状態で書くことができます。おしゃれに書くときはちょっと水をたくさん含ませたのを選択していきます。でポイントなんですけれども、細く縦線を長く書いてあげるといいですね。長く、はい、でちょっとこれ縦線長く書いたんですけれども、もうちょっと短い方がバランス良かったかなと思う時も、このダイヤルを使うとポンポンと左に回すことで戻りたい場所まで戻ることができるので、自分がやり直したいなって思った時、書き直したいなって思う時は、もう一回戻して、そしてその続きで書いていきます。でランダムに書いてあげるとちょっとおしゃれに見えます。はい、完成です。